はい、皆さんこんにちは、ワナリグルイジです。では今回はポケット戦国続きやっていきましょう。前回三好家を滅ぼして、順調にお金も貯めていたんですが、2つのアクシデント。1つがですね、上杉軍景勝率いる本隊の前に、秀吉が敗れるという事態が起きました。ただし琵琶島城自体は守りきっています。でもう1つ、朝廷に10万献上したことによってまた金がすっからかんになってしまったという2つの問題があるんですが、これをね、乗り切っていきましょうというところになります。で、武将そごう一政がいるんであれば、これは絶対に雇いたい。豊洋だ、人材の豊洋。ここは秀次、いけないなら三成だな。三成でそごう一康ですね。猛将って言ってもどうだろう。これ見る限り確かに軍70はでかいけど、適正は侍がそれでもせいぜい8っていうところなんだな。まあそれでもいいのでもらいに行きましょうか。金山の開発状況なんですが、もう少しで寺が建て終わるので、そしたらこの佐渡の方は無尽城にしましょう。で、桂尾城攻略中ですが、ここは兼継ぐ線がこもっているんですけど、兼継ぐ自体はねここから身動きできないし、上杉軍の、いわゆる救援も来ないと思うのでこのまま放置しましょう。で、外交状況ですが、筒井家が83、毛利が80というところですが、問題はない範囲ですね。ライレンがやってきました。金2000だったら進呈しよう。よし、そしたら前の長安自体は動かそう。刃物城にも置いておく必要はないので、桂尾城に加わります。で、丹羽隊が鳥坂城に進軍中。いや、なんかいつの間にかさ、いろんな人がいろんなところに出陣していってるな。金3000、安いもんだ。刃物城を経由してみんないろんなところに行けるようになったのは大きいかもね。こいつらの取った城は最終的にこの秀吉の城にするのでよしとしましょう。家康から金5000受け取ろう。上杉の方は城13か。もうちょっと削りたいな。で、総合長安は大阪城に戻ってきたら秀吉のもとに、呼び寄せましょう。もうほっといてもね、戦は終わるかなって感じはするんですけど、これは
秀吉のもとに呼び寄せます。で、秀吉のところもしばらくやることはなさそうなので、表情開いてここも市場ラッシュをかけに行くか、市場ラッシュを近くで市場を立てまくって金をかき集める。で、まあ月の収入がね10万ぐらいになってくると、なんか安心感というか、なんか先が見えてきたなって感じしますよね。今だとまだまだなので、でも市場もほぼほぼ立て切った感じあるよね、こうやって見ていくと。商業投資は商業のポテンシャルがある程度あるところにやっていった方が当然いいので、ポテンシャルのあるところでやっていきましょう。いや、金が全然たまらん。やばいぐらい金たまんないな。ちょっと倍速にしていきましょう。で、金が入ってきたでしょ。金が入ってきたらすかさず表情を開いて、今7万入ってきましたんで、7万ではまたねちょっと納得できないというか、より金は欲しい。あればあるだけありがたい。まあ当然ではあるんですけど、金なんで。市場の立ってないところがあればすかさず市場を立てて、分立てていきます。何言ってたって感じになっちゃいましたけど、金をね貯め込んでいきましょう。で、金をひたすら貯めて幕府を建てるところまで一気に持ち込みたいですね。50万貯めたら初めてそこで幕府が建てられて、まあある種一段落というところになるので、そこまでね持っていくまではもう金を貯めて、で周りの城攻めは配下心中なしている武将たちに攻めさせる。で、それを巻き上げる。兵消耗するとその兵のまあ回復というか、それにまた金がかかるんで、桂尾城を取ったら先が見えてくるかな。桂尾城を取りましたね。直江兼続が登用する。が、兼続よ、そうただをこねないでくれ。秀次舞台を動かすかどうするかってとこだな。
西園寺が陶器を敵視している。潰してもいいんだけどね、西園寺ごとき。で、上杉は残り城が9、まだ城9も持ってんだっていう驚きだな。でもどの辺りに城持ってるんだ。これを見る限り9も城があるように見えないけど、あー、関東に城持ってますね。関東に。この関東に持ってる城によって、まあ旧っていうね、まだ大領地を維持している感じが見て取れますね。計31人でやれば細い家に使わしましょう。出たー、朝廷。金10万は無理だよ。そんな無茶を言いなさんなというところだな。あとは秀吉に足りてないものって何かあるのか。金はね、7万ぐらいずつ入ってくるようになったので、まああと4ヶ月ほど我慢すれば、まあ言ってみれば幕府が建てられるという状況にはできましたね。お、西園寺がこちらと戦う気配があるな。ただ西園寺とは接してるところはないもんね。まあここは長宗我部軍が勝つでしょ、普通に。西園寺なんてさ、もうこちらの秀吉の傘下に加わってる方が加盟を守れるでしょう。なんでこの改正に踏み切ったのか。では青木軍も、まあ、秀次軍も、北陸の方へと兵を進めましょう。お、重門がいるな。ただもう武将は必要ないからね。お、正幸がこの羽柴家に対して敵対するのか。どうなんだいっていう気もするけど、まあお望みとあらば一戦つかまつろう。停戦を受け入れていただけないか。まあいいだろう、ここまで来たら停戦してもいいよ。で、停戦した代わりに親善、いや、いいやつだな。
たすら威圧して回る。で、威圧もね、3万を2回ほど派遣すれば威圧完了すると思うんで、よし、ハシバケに従属させた。これで上杉も終わったね。あとは何、ここ、ちょっと待って、ここはさ、俺たちが取ろうよ。最後の真田の城は、威圧して回ろう。威圧して、できない、威圧できない、威圧できない。となると徳川に威圧させる。徳川も威圧、もう本当にクリアに向けて進んでいってますね。で、徳川も威圧して、まあ、この際信雄も威圧して配下に組み入れましょう。長かった戦乱の世に終わりを。威圧失敗してるな。まあ家康との間に一線構えてもいいっちゃいいんだけどね。信雄もダメか。さあ、そしたら秀吉はここで政策を行いましょう。開幕。琵琶島でこう幕府を開くっていう、なんとも間抜けな展開になっちゃったけど。で、当面の敵はどこなんだ。だいぶ領地も広がったしね。まあ、今なら金もジャカジャカやろう。今なら真田を威圧できるんじゃない。威圧しよう。威圧できない。隣国にならないと威圧できないが、家康にちょっとのさばらせすぎたな。まあ、ただ幕府さえ開けばもう主家だ同胞だというのは関係なく開戦できるんで、そしたら家康を打ち果たす。家康は武将25。さすがよ。毛利が敵対する構えあるっていうこと？いや、そりゃないでしょう。まあ、一応確認しよう。まずは大名詳細外交情報から、毛利が確かに上杉がと、この2件に関しては親善の金のばらまき工作を行いましょう。
金に物を言わせる。みんなお金大好きだろ。金に困ってるならこの秀吉のもとに頼みに来なさいと言いたいね。幕府が建て終わったらすぐに家康と開戦だ。停戦を受け入れていただけないでしょうか。いや全然いいよ。何、佐竹が羽柴と海戦だと。どこよ、海戦するっつったって佐竹がさ接してるところなんてある、なくないか。いやこれ上杉とかと国境を接してるっていうことだよね、意味合い的には。で、まだ半分だな。さすがに幕府作るのには時間かかるね。稲富さんも来ましたね。何、真田は家康の配下に入ったか。佐竹軍がここに、やっぱり上杉軍攻略に来てるんだな。上杉はここは上杉軍はどうにもならなかったんだね。2万、いや20万だ、20万、20万よこせってさ、クレイジーすぎんだろ、いくらなんでも。20万やるだけのさ、あれがないよ、価値が。八谷、ちょっと確認する。八谷さんは妻木城の八谷。軍事60は確かに魅力的だな。頼高、八谷頼高、美濃の武将、信長の上洛戦では先鋒として活躍、まあ、ただ54歳っていう年齢考えるとあと1年だからね。寿命を見る限りここは雇うのはちょっと自重しましょう。で幕府がどうなってる、もうすぐだな。関白就任、
さあこれで関白秀吉の誕生だな。さてと、関白豊臣秀吉最初の合戦、その相手はズバリ家康よ。外交で屈服させようよ、外交で、外交で屈服させよう。外交で屈服したのかな。ちょっと待って、なのでこの家康軍を、家康討伐軍の矛先を一旦、織田家に変えましょう。池田城が包囲された、誰に。岩村城が包囲された、誰に。信勝か、ちょっと時間の進め方遅くしましょう。池田城でしょ。続いて岩村城は誰。岩村城も信勝か。もちろん御栄となる家康の気持ちわかるよな。岩村城も信勝に攻められてるの。いや、やってくれるな。まあこれは絶好のチャンスではあるので確実に仕留めにかかろう。ここは退却だよ、退却。一旦退却よ。
で退却してる間に、なんとか家康とは同盟を結ぼう。で、青木軍も畿内の方へと移動させよう。尾張の織田家と決戦に及ぶ。ではこの尾張諸畑城に、部隊を集めていきましょう。今我々の軍勢がどこに入ってるかというと、まずは秀長軍だね。これを諸畑城へ出します。で他は今移動中でいいんだよね。岐阜へ移動中だった部隊を諸畑城へと目標を変更していきましょう。でこれで尾張織田家を一気に潰しにかかる。で秀吉がどこまで進軍してる？秀吉は秀吉のいる場所を確認したい。これも諸畑城へと変えていきます。これで、決戦になりますね。では今回は時間が長くなってきましたので一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、決戦、そして家康との関係の行く末を見ていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。